ください。どうぞ、はい、はい、大丈夫です。ちょっと入らせていただきます。採血。あら、まあ、献血者は誰もおりません。先に採血室から。まだスタッフの方がいるんで、まあ後ろ姿なら OK だって言うんで、まあ一応後ろ姿と、うん、去年の10月にできた新しいルームなんですよね。こちらが全血ですね。この分析機械で分かります。全血が3台。私がこれ座布団なんだね。これ私が献血したのは このベッドかな。このベッドです。ここで結晶献血しました。いやいや、ベッドは結構あるな。1,2,3,4 ありますね。結構ありますね、ベッドは。およいしょ。一応18時16分、この時刻です。こんな感じですかね。